これはパーシーと動物園の貨車のセットだよ。どんな感じのセットなのかというと、こんな感じ。いろんな貨車がついていて、そして動物たちがパーシーと一緒に遊んでいるんだね。じゃあ開けて中を見ていってみようかな。よいしょ。パーシー、パーシーと動物園の貨車たちのセットだよ。とってもいっぱいいっぱいあるんだよね。まずはパーシー、緑の機関車、トーマスの親友のパーシー、6番だよ。パーシーが動物園の貨車を引いているんだよね。動物園の貨車にはいろいろあって、まず小鳥さん、小鳥さんがピアノを弾いてるよ。そしてアニマルパークって書いてあるね。これは動くとこの鳥さんがくちばしで鍵盤を叩くように動く仕掛けになっているんだよね。3匹いるからいろんな音色を奏でてくれるんだね。そしてこれがゴリラ、ゴリラだね。ここには餌があって、バナナとかリンゴとかあるのかな？そしてゴリラさん、手を開いたり閉じたりして、こんな感じで手を動かすんだよね。なんかとっても怒ってるような顔をしてるけど、どうしたのかな？外に出て遊ぶのが嫌なのかな？ゴリラさん、ちょっとおっかない顔しているね。そしてこれがアニマルパークのパンダさんの貨車。パンダさんはこんな感じで貨車の屋根がついてる貨車に乗って運ばれていくんだね。白黒のパンダさんだよ。そしてゾウさん、ゾウさんはこんな感じで、よいしょ、動くと鼻が上下に動くようになっているんだよね。ゾウさんはなんか貨車に乗ってなくて、ゾウさん歩いてこうやってパーシーの後ろをついていくのかな。じゃあパーシーにつなげていってみるよ。ゾウさん、よいしょ、こうやってゾウさんを引っ張ると鼻が上下に動くよ。じゃあ次にゴリラさん、ゴリラさんも、よいしょ、つなげていくよ。よし、ゴリラさんは手を広げたり閉じたりしてくれているね。よし、それじゃあ次、小鳥さん、小鳥さんはどうかな。よいしょ、こうやってツンツンツンってちょこーんという感じで動くんだね。そして最後このパンダの貨車、パンダの貨車もつなげていくよ。よいしょ、こんな感じで1,2,3,4,5、 5両編成でパーシーが走るよ。プラレールのレールの上を走らせてみようかな。パーシーを先頭に貨車が走り出すよ。パーシーの後ろにゾウさん、ゾウさんが鼻を上下に、そしてゴリラさん、手を広げたりしているね。そしてパーシーが続いていくと、小鳥さん、円盤を叩いてるね。その後ろがこのパンダさんの母ちゃん、5両編成で走っているよ。パーシーと動物園の母ちゃんセット、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。